倉橋孝幸は、日本の実業家、神奈川県横浜市生まれ。c f ネットグループの創業者で、株式会社 c f ネット代表取締役社長、有限会社 CF ビルマネジメント代表取締役社長、株式会社南青山建築工房代表、取締役、その他、グループ会社の役員も兼務している。また、1996年には、 社団法人全国賃貸住宅経営協会、神奈川連合会副会長を務めた。全米不動産管理協会が認定する不動産、経営管理士資格を保有し、アイムジャパンの立ち上げメンバーとして、活動を行い2002年に会長を務め、2018年には c f ネッツはアイムからアモの認定を受ける。三浦市工房の下町、城ヶ島地区活性化事業、 昭和の漁師街復活,活活性化プロジェクトで入選し、三浦市三崎地区の地域活性化に乗り出す。このことにより、城ヶ島に、城ヶ島優雅先里ーと三季構造を出展し、2015年のミシュランガイドに掲載される。美食家でも知られ、2014年に、港区六本木に、六本木優雅、先という日本料理店、2016年には三季構に、 手打ちそば葉山商店をオーナーとなって出店している。ただし2019年12月に六本木優が先は鎌倉市大船に移転し、鎌倉遊ぶが先として営業している。1998年に賃貸トラブル110番が出版され、1999年にここが変だよ日本人に外国人の不動産トラブル問題で出演し、その後、 ジェネレーションジャングルなどにも多数出演している。現在は、ここが知りたい、不動産と大人の歩き方に出演し、FM 横浜でも、ここが知りたい、不動産の番組に出演している。不動産投資や、相続問題、最近では、成功哲学などに関する著作が多数あり、テレビや、ラジオ番組出演の他関係団体の講演や、ハウスメーカー、 地方自治体の講演なども全国的に行っている YCA 在学中輸出関連会社を起こすもここも規制により廃業。ありがとうございます。